聖堂に描かれたダンテと新曲ルネサンス文学は14世紀から16世紀の時代に全ヨーロッパを範囲に普及した文学状況を言う。ほぼ14世紀から16世紀のヨーロッパ各国の文学と重なるが、特には美術や音楽も含む文化運動ルネサンスの文学における局面を指す。14世紀のイタリアに発祥し、数世紀の間にフランス、オランダ、 イギリス、スペインなどの各国に波及した。はじめきた、イタリアに起こったギリシアとローマの古典研究が、全欧に人文主義と呼ばれる新たな勢力を作り、その周辺から中世の教会中心的文化を離れた新しい文学が生まれた。文学の形式として小説が成立していったのも同時期である。こうしたルネサンス文学の状況には、欧州各国語の成熟、 印刷術の普及、市民階級の台頭、宗教改革など様々な要素が関連している。カンタベリー物語の規範がルネサンスは元、フランス語で再生を意味する。日本では古くから文芸復興とも訳された。これはギリシアやローマの古典研究がルネサンス運動の言動となったためである。そうした研究に従事した人は人文主義者と呼ばれ、 14世紀の北、イタリアから次第に全ヨーロッパに広がった。人文主義者たちは国を越えて盛んに交流し、当初イタリアで発達した新しい文学の形式を全欧に普及させていく。さらに、ルネサンスという語は、ただ文芸においてだけでなく、様々に広い願意を込めて使われてきた。この語を歴史区分として、初めて使ったのは、ミシュレであるが、その弟子フェーブルによれば、 以前から多様な場面で使われており、文芸の復興、ローマ法の復活、初期古典悲劇による演劇の新生、中世末における絵画の再生、情熱的な魂における欲望の再燃、生活に疲れた心への徳の蘇りなどの意味も持つ。こうした用法からも伺える通り、ルネサンスという語の核心には古典を通じて人間的な活力と価値が再生するという観念が、 ある。文化運動としてのルネサンスは、この人間中心的な価値観が、中世的な世界観の停滞を刷新していく過程だった。中世では、教会の権威が絶頂にあったため、進学の教義を中心とする価値観が支配的だったが、14世紀になるとこの状況が大きく崩れ出す。文学においてみれば、ルネサンスは、中世にない新しい作品を、 次々と生み出した。人文主義は、貴族や僧侶のようなかつての知識層だけでなく、新たに力を増してきた市民層にも流行したため、貴族的な教養と庶民的な娯楽が混交することになった。ルネサンスの作家たちの作品にはほぼ例外なく、ギリシアやラテンの古典教養と、現世的な写実の両方が見られる。また、教会や政治に対する奇抜な風刺も特色である。 物語形式としての小説の原点もこの時期にある。小説、ノベルという語は新しい小話という原義であるが、この時期は様式のロマンスから写実のノベルへ物語形式の移行が見られた。その端緒となるのがボッカチオのデカメロンであり、チョーサーのカンタベリー物語やセルバンテスの模範小説集がこの影響下に生まれている。14世紀北 イタリアでラテン語古典研究の流行が始まり、やがてイタリア全土へギリシャ語古典の研究も含み、続く数世紀でヨーロッパ各国へ広まった。この二つの古典語は人文語、その研究は人文研究と呼ばれる。人文研究は僧侶や貴族の教養となり、また学問を愛好するイタリア諸都市の裕福な市民にも学ばれた。この主張は ルネサンス文学の土壌となり、伝達路ともなった。ペトラルカは、ラテン語文法の整備の業績で知られ、ボッカチオは、シェルタルド王の勧誘で、古典研究の辞典を書いている。セルバンテスは10代の頃に、人文学者の私塾で学んだ。エラスムスとトマスモアは親しく文通し、チャグライさんは、モアの家に滞在中に書かれた。人文史には、当初、 教会の僧侶や封建貴族の庇護のもとに発達したが、次第にその人間中心的な理念が、教会制度と対立するようになる。ラブレイは所属のフランチェスコ会にギリシャ語の学問を禁じられたため、没収されかけた書物と共に、ベネディクト会へ移っている。ボッカチオのフレスコが人文主義による古典文学の再評価に加えて、14世紀のイタリアでは、教皇の没落と、 地方選手の台頭という政治の混乱を背景に率直な意志や個人の勢力を重んじる機運が生まれていた。こうした情勢下でダンテ、ペトラルカ、ボッカチオ、マキャベリラが中世の印象を離れた文学作品を生み出していく。ダンテの新曲はこれまで聖書の世界であった天国と地獄を見てきたように鮮明な詩の作品にした。 それがイタリア語で書かれたということも、各国語の成熟という点から意義が深い。ダンテに続いたペトラルカは、叙情詩人として名高く、外国の詩にも影響があった。また、ラテン語文法の整備により人文研究の父とも言われる。ボッカチオもペトラルカと信仰があった詩人だが、三分のデカメロンで物語文学の新しい形式を開いた。マキャベリの君主論は、 当時の複雑な国家外交から生まれて、現実主義の代名詞ともなった。イギリスの調査は二度のイタリア旅行で現地の文学に触れ、後にデカメロン同様の連続説話集、カンタベリー物語を書いた。また、フランスでもボッカチオの影響によるエプタメロンが出て、この時期の短編小説の傑作とされている。スペインでもボッカチオやその後継のイタリア作家の翻訳物が、 多く読まれた。セルバンテスの模範小説集もそうした読者に当てて書かれたものである。またこうした短編物語集とは別に滑稽奇想な社会風刺が込められた長編物語の系統が見られる。エラスムスのチグライさん、トマスモアのユートピア、ラブレイのガルガンチュアとパンタグリュエルなどである。エセイのモンテーニュも人文主義者であり、宗教戦争の騒乱の中で、 ギリシャやラテンの文献を引用し、寛容の心を説いた。ありがとうございます。